どうもこんにちは、下ベース俊二です。今日はね、ヘリコプターに恐竜フィギュア、ケイラのフィギュアまで入った豪華セット、ジュラシックワールドドミニオンヘリコプター戦闘パック、こちらを見ていきます。ジュラシックワールドドミニオン商品見るの久々かも。最近はね、このサバイバルミッションが多かったんで、かなり前にね、これアマゾンさん、海外のアマゾンさんで注文入れたやつなんですよ。で、中に恐竜ラジャサウルスが入ってて、これなんかね、背中押せるようになってるんだけど、押すとサウンドが鳴るタイプのフィギュアとなってて、で大きいヘリコプターが入ってるんだけど、なんか弾発射したりね、あとなんか壊れてるようなこうね感じになってるから、もしかしたら扉バカーンってこう取れるようになってるかもしれませんね。で、ケイラのフィギュアも入ってると。ケイラのフィギュアね、このセットでしか手に入らないんじゃないですかね。いや、ちょっと待てよ。なんかのセットでもいたよね、ケイラ。ごめんなさい、ちょっと忘れちゃった。で、くるっと回して箱後ろはこんな感じとなってて、あー、やっぱりそうでした。そうだそうそうそう。ヘリコプターね、パカーンってこんな感じで壊れるんすよ。うわー、いいね。ラジャサウルス尻尾でぶつけてるよ。なんか車でね、ポコーンってなるの、壊れるのあったけど、ヘリコプターもあるんすね。これは楽しそうですよね。では箱から取り出して見ていこうと思います。チャンネル登録がまだの方は登録、高評価の方もよろしくお願いします。恐竜フィギュアから見ていきます。全長が約33センチ。マテルジュラシックワールドの恐竜フィギュアでは、中型サイズの恐竜フィギュアですかね。こちら、白亜紀後期、インドに生息してました。肉食恐竜、ラジャサウルス。体の色は緑色で、ちょっとこう暗い緑に、こう焦げ茶カラーの柄が入ってるんだけど、前足もね、焦げ茶になってて、面白い色ですね。あと頭なんか汚れたようなね、そんな塗装になっててかっこいい。でなんかね、この目の周り、まあ、この横だけがなんかテカテカしてんすよ。これなんでなんでしょうね。他の部分はそんな光沢感ないのに、ここだけがテカってる。であとダメージフィギュア、光ったりはしないんだけど、傷がね、ペイントされてますね。サウンドが鳴るラジャサウルス、何体か出てるんすよね。はい、こちら1年前と2年前に出ましたラジャサウルスで、茶色カラーに黒カラーのラジャサウルス。いや、これ形ね、全く同じなんですよ。全く同じなんだけど、色がもう全然違うんで、なんかちょっとこう違った、ちょっと変わった形のように一瞬見えるんだけど、このトゲですよね。トゲの感じとか、あと体のボコボコ感とか全く同じでしたね。黒い方が新しかったと思う、1年前で、この茶色い方が2年前に出たラジャサウルスですね。この目の2年前に出た方はね、この目の周りが赤くなってて可愛らしいね、色になってました。で今回のセットのラジャサウルスを真ん中に置くとですね、どうですか形はね、多分同じだな、これ。多分形全く同じです。まあただ色が変わるだけでね、もうね、もうこんなに雰囲気が変わると。でこの3体の中でどれみんな好き？僕ね、この緑今回のものすごいいいんじゃない？しかもね、ダメージ部分もあるしね、かっこよく決まってる。やっぱ恐竜はね、緑がねよく似合うよね。後ろから見るとこんな感じですね。尻尾ね、少しこうくねくねっとこう曲がった形になってて、でこの体ですよ、なんかね、アンキロサウルスのような突起があって、めちゃめちゃ硬そうな肌になってますよね。でこの背中に DNA コードが隠れてるんで、また後でスキャンしますね。で大きいボコボコもあるんだけど、細かいね、肌のザラついた造形とか、ものすごいリアルな造形で、あとお腹のところにね、傷があって引っかかれたような、そんなねペイントになってて、いや痛々しいんだけど、やっぱねダメージがあるとかっこいいよね。で
反対側にもこの傷の塗装は入ってて、ダメージペイントいいね。でがっちりとした後ろ足はこんな感じですね。筋が入っててもこっとしたね、力強い足になってますね。はい、反対側の後ろ足はこんな感じとなってて、そう、ラジャサウルスの体重は 4.4 トンということで重い。で、大きさがね、全長が6メートルほどとなってるから、まあそこそこっすよね。だから、ティラノサウルスが12メートルって考えると、まあ半分ぐらいなんで、まあ割と小さいのは小さいかな。はい、で、首の部分にトゲがあって、もう最近はね、この トゲが生えてる恐竜フィギュア多いんだけど、このフィギュア自体は結構前から出てるんで、ね、昔からこうおしゃれな感じに仕上がってたと。で、頭ですよ。なんか横ね、テカテカしてでしょ。なんでなんでしょうね。で、黒いね、ペイントがされてて、かっこいい。ちょっとこう迷彩っぽいね、そんな感じにも見えて、いい感じですね。はい。目のね、この黒目の瞳もね、かっこいいね。で、頭上ボコボコっとした、はい、もうこの辺の形なんかも迫力あって、でこの後ろの方にこう突起が一本あって、ちょっとケラトサウルスっぽいね形ですよね。ケラトサウルスは鼻上になるんだけどね、ラジャサウルスは後ろの方にこうと、角のようなのが生えてると。でこの下顎もこうボコボコっとしたね形になってますね。で今口が開いてます。背中ねグッと押し込むとこう口が開閉してサウンドが鳴るようになってると思いますね。で口の中にはこうね舌もあって、はい、まあこんな感じ。肉食恐竜っていうね、この迫力のこの口の形になってますよね。サウンド鳴らすのにこう押し込むタイプになってるんだけど、後ろ足、まあこんな感じで前後に動かすことができるようになってましたね。で前足ですね、こう短い前足3本の指があって、まあ、くるんとこう、まあ、おーいけた、怖い怖い、取れた、怖い怖い、はい、こうね回すことができるようになってて、あと広げることもできるようになってますね。こんな感じで動かすことができます。いや可愛くない、このポーズ可愛い、はい、こんな感じです。で下にスピーカーに、あと、ボタン電池がここにありますね。では体押し込んでサウンドを鳴らしてみます。押し込むと首が動いてですね、頭下がって、で口が閉じるようになってて、で、押し込んだ手をね離すと上にまた元の状態に戻るようになってますね。サウンドの方は3種類のサウンドが入ってました。では、前に出たラジャサウルスのサウンドをちょっと鳴らしてみますね。あ、全く同じ、あのサウンドの出し方も同じなんだけど、はい、ということで、サウンド変わらず、もう形もね、サウンドも同じでしたね。もう色が違うだけなんですよね。いやでもこれ、うん、それでもこの緑はねかっこよかった。次はね、ヘリコプター。もうね、まずはね、バラバラになってるんで、組み立てます。はい、このね、本体の下に、スキッドをですね、はい、差し込んで、ヘリコプターなんだけど、横にね、こう、翼のようなのがあるんですよ。はい、これを差し込んで、屋根にこのメインローターをセットして、であとはね、一番前にこのガラス部分を、はい、セットしたらヘリコプター完成しました。いやこれ横にこう翼の生えたヘリコプターめちゃめちゃかっこいいね。トミカのヘリコプターなんだけど、まヘリコプターといえばこんな感じじゃない、で今回のはねこの横からこう翼のようなのがねニョキッと生えてるからね、なんだろう、安定性あんのかな、ね、翼がないヘリコプターと何が違うのかめちゃめちゃ気になる。ヘリコプター全長がね約ね30センチちょっとで、高さがね約ね16センチあって、さっき見たラジャサウルスをね横に並べると、まあ、こんな感じのサイズ感となってて、
いや、この恐竜、中型の恐竜フィギュアよりもね、サイズはね、大きいんじゃない？うん、だから、ものすごい迫力のある乗り物になってますね。他のジュラシックワールドの乗り物、このジープですね、の車両と大きさを比べるとですね、まあ、こんな感じで、この車も大きいんだけど、これとね、変わんないというか、まあ、横幅だけで見るとこっちの方が大きいですからね。迫力すごいですね。綺麗な白色のヘリコプター、上にはメインローター、大きいのがあって、これくるくるこんな感じで回すことできるようになってて、かっこいい。で、前ですね、このキャノピー部分、この前の部分にはこうガラスがあって中が見えるようになってる。で、これさっきね、こうバコってはめたんだけど、外せるようになってて、で、こう中、シートがあって、ここにセットで入ってるケーラのフィギュアをここにね、はい、座らせることができるようになってると。はい、まあこんな感じ。もう完全にこれ一人乗り、すごいね、バチッとはまってる。で、ケーラの横になんか装置的なのあるんだけど、これはね、パカッと開けて、うん、あの弾セットして飛ばせるやつになってますね。すごくないこれ。で、この前の方、このね、なんかこう、ヘリコプターを操縦する、なんかレバーがあるんだけど、これはさすがにね、手が届かないですね。で、この前の部分、ガラス部分を、はい、元に戻すとこんな感じで、外からこう中が見えるようになってて、横からもこう見ることができるんでね。めちゃめちゃかっこいい。セットで入ってたケーラのフィギュアだけじゃなくて、ジュラシックワールドシリーズでね、登場したオーウェンのフィギュアとか、まあ他ですよね。クリアなんかもね、まあこんな感じでセットできますよね。ヘリコプターにセットしたケーラのフィギュアはこんな感じとなってて、高さがね、約8センチ。足が動くようになってて、付け根あと膝部分が動きますね。またね、このズボン、服のシワとか、この辺細かいですね。で、腕も動かせるようになってて、肘部分動かせます。で、手はね、ちょっとこう半握りのような感じなんで、まあ小さい何かわかんないけど、なんか持たせることできそうですよね。顔はこんな感じ。あ、綺麗な顔になってるよね。やっぱね、こういったフィギュアは顔が大事ですから。うん、プリントがね、変なのあるけど、このケーラは、この目の塗装、眉毛とか、ものすごい綺麗な、プリントになってて、またね、すごいのがね、髪の毛。この先端の方がちょっとこう黄色くなっててね。はい。まあ、この辺の細かい塗装なんかもバッチリできてると。後ろから見るとこんな感じとなってますね。ヘリコプターの中にね、こう座らせた時のこの横から見えるケーラとか、めちゃめちゃすごくない？なんか写真映えしそうですよね。で、前の、はい、ガラス部分をもう一度セットして、ボディ、このキャノピー部分ね、大きいんすよ。で、横には、バイオシンと書いてあって、で、この扉っぽくなってるじゃないですか。これね、ボコッと壊れますから、後でやろうと思います。そのボタンがこれね、はい、ここ、膨らんでるんで、ここを押すと、バカーンってね、なるみたい。反対側はこんな感じとなってて、こっちからは、こう、中が見えないんだけど、横ね、開けることできるようになってて、開けるとなんと、武器が出てきます。で、ここにですね、セットで入ってた黄色い弾を、はい、これね、差し込んでですね、で、発射ボタンがこの黄色いの。ボタンを押すと、あ、結構、結構な勢いで飛ぶ弾2個あります。まあこれなくなっちゃいそうだからね、怖いよね。なくさないようにしないと。もう一度発射めっちゃ飛ぶね。そう、これね、下に恐竜をこうセットしてですね、ちょっと狙って、はい、こうこんな感じ、当ててね、こう遊んだりすることもできるようになってると。男の子こういうの好きっすよね。テンション上がる。なんか隠れた武器っていうのがまたテンション上がるよね。はい、このバイオシンってまたこの横に書いてるのもいいけどね。そしてですね、この横には翼があって。で、この小さいローターもね、ちゃんと回るんすよ。で、反対側の翼も、こうローターがあって、こう回るようになってると。いや、ヘリにこの横の翼？いや、これどうなん？スピードアップすんのかな？これがあることによって。まあ、ローターが回るからやっぱ、早く前に進むのかもしれませんね。で、この下にはスキッドがあって、こう下に置いた時に、着陸の時に使うんでしょうね。で、これなんか棒があるんだけど、これ何なんでしょうね。よくわかんないけど。はい、まあこんな感じとなってて、後ろ、
ローターがあります。ここはね残念ながら小さいねローター、テールローターは回りませんね。ただこの上にねジュラシックワールドのロゴがあって、これがかっこいいよね。そうジュラシックワールドが好きな方にはねやっぱり、ね、テンションの上がるこのロゴがあるとねポイント高いね。このヘリコプターバカーンってなるっていうことなんでやってみましょう。で遊び方はね一応こうセットの恐竜の尻尾をポーンってこうね当てると、まあ、攻撃されるようなイメージで当てるとバカーンってなるってなってたからやってみます。ラジャサウルスの尻尾をこのボタンのとこ当てます。なんもなんないなんもなんないえ？え？あ、なんかね壊れてるけど分かりにくい。もう一回行こうか。はい、こう尻尾でボタンを押すと、あ、出てきた出てきたいやちょっとポコって開いただけ。激しくボコンって壊れはしないんだ。でここを押すとほらね横の、この扉部分が壊れて下に落ちるようになってるみたいで、そんなにイメージしてたほどの激しいこう壊れ方ではなかったね。ここなんかもこのガラス部分なんかもバコーンって飛ぶのかなって思ったんだけど、うん、そんな感じではなかった。まあでもいいよね、この破壊されるっていう。ヘリがこのボタンを押すとね、おーすごいめっちゃ飛んだ今今こんな感じ壊れるっていうアクション楽しすぎる。さっき見比べたこのジープの車両もねポコってこう壊れるようになってて、こういったクラッシュするようなアクションみんな好きっていうのねよくわかってるよね。ボタンを押して壊れるの横の扉のみなんだけど、まあ言ってもねこれ全部こう取れるようにはなってるから、ヘリコプターが落ちちゃってで壊れた感じでこうセットしてこの周りにこう恐竜を飾ったりするとかっこよく飾れますよね。あのジュラシックパーク3のあの飛行機とね、スピノサウルスのような感じでこう飾るとまたかっこいいと思いますね。最後、DNA コードをスキャンします。ラジャサウルス、読み込めました。フィギュアと同じ黒に、こうちょっとこう焦げ茶の柄がね、よく似合ってるね。うわぁ、激しい動きが。で、サウンド。うわーかっこいいね、すごい。はおー、うん、この吠える時のこのポーズがめちゃめちゃかっこいいよ。ナイトモードで見るとこんな感じですね。目がねちょっとこうクリクリの目になっててかわいいね。スキャンしました。はい、この中に檻の中に入ってるんですが、まずサーモン、久々見たねこのサーモン。でもう一回押すとこう中が透けて見えるんだけど、この子はね心臓が見えますね。ドクドク動いてますね。はい、でもう一度押すと元に戻ります。人間の大きさとの比較、ラジャサウルス全長が 6.6m、 高さが約 2m で、で肉食、体重は 4.4 トンとなってました。重いよね。起源はインドで、これ名前ね、ラジャサウルスっていうラジャっていうのはヒンディー語で王様っていう意味があるみたいで、かっこいいですよね。こちらジュラシックパーク新たなる支配者、ヘリコプターに恐竜、そしてケイラのフィギュアがセットで入ったヘリコプター戦闘パックを見たんですが、ヘリコプターサイズ大きくてめちゃめちゃかっこよかったね。待ってるジュラシックワールドの乗り物、まあ車が多いんで、このヘリコプターっていうのはね本当に珍しくて、またねジュラシックパークの飛行機とかね出てくれないかね。それとスピノサウルスのセットなんか出てくれたらもうすぐに買うんだけど欲しいな。はい。いや、でも本当ね、こう、ちょっとこう、壊れるアクションは、扉だけだったんだけど、うん、こういったアクション、クラッシュアクションは楽しめますよね。これちょっと国内でね、見たことないんで、ぜひこういった、ちょっとこう、激しい、アクションの乗り物とかもね、どんどん出してほしいよね。はい、ということで、今日の動画もですね、最後まで、ご視聴いただきありがとうございます。また、ジュラシックワールドの映画ではね、いろんな乗り物が出ると思うんだけど、またこんなの出てほしいとかね、ぜひね、コメント欄に書いてご意見をお聞かせください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。